10月24日、浦和レッズは埼玉スタジアムに、歩行スティーラーズ、韓国、を迎え、AFC チャンピオンズリーググループステージ第3節を行い、0対2で敗れた。画像、困難、恋するじゃん。破壊力、とファン興奮の、伊藤純也が試合後に見せた、視線で魅惑する写真。途中出場した MF 中島翔也は、チームとしても勝ちたかったので悔しいです、とコメント。そして、 自分がゴールやアシストをすれば0対1の状態でしたし、チャンスはあったと思いますし、今回を反省して次に向けていきたいです、と続けた。立ち上がりは浦和がボールを回す展開。ただパスを打ち込んだ後、カウンターを食らう場面が増えていた。歩行がギアを上げると浦和の守備の時間が長くなりラインを押し上げることができず、相手にセカンドボールを回収され押し込まれる。22分。 右サイドからクロスを上げられると逆サイドの FW チョン・ジェヒがペナルティエリアに侵入し右足で流し込まれて失点。1対1のバトルでは体を寄せられてボールをロストする。チャンスと呼べるチャンスはなく浦和は1点のビハインドをョいハーフタイムを迎えた。負傷明けの中島は45分はプレーができると相談していましたと後半頭からピッチに立つと早速チャンスを作る。 48分には右サイドで切り返しペナルティーエリアに入ると左足で狙ったが枠を捉えきれない。中島は、ゴール前ではゴールに仕掛けないと相手にとって怖さはないので、これからも勝負していこうと思っています、と前を向き答えた。しかし、その1分後、左サイドからロングカウンターを発動され、ファ、サイドでフリーとなっていた MF コ4順に流し込まれていたい追加点を献上した。 とにかくチャンスを作ることをやっていきたい。浦和は徐々にスイッチを入れ反撃を目指すも最後までゴールは奪えず、試合は0対2で終了。シュート数は歩行の14本に対し、浦和は5本。枠内シュートも0で封じ込まれた。相手のスピードや強度に圧倒され、リスク管理も甘くなりカウンターを受けすぎた印象だ。中島はエリア内で前を向いたり、 味方にシュートを打たせるシーンはあったので、とにかくチャンスを作ることをやっていきたい。一人かわしたり、低い位置で受けてもドリブルでいけるのでそこはやっていきたいです。と次戦に向けての打開策を口にしたホームサイスタでは、5月10日の J1 リーグ第10節サガントス戦、0から2以来の敗戦となり、アクルではグループステージを1勝1分いっぱいで折り返す結果となった。首位、歩行との差は5に開き、 2位ではグループステージ敗退の可能性もあるため非常に厳しい状況に追い込まれたが、ディフェンディングチャンピオンの意地を見せ3連勝を目指したい。